こんにちは柏一の今日のインテリエンテスを始めさせていただきます今日は中華文明の対抗策という意味で本当にコアな話を短くやらせていただこうかなとこう思っています。まあね、なんでこんなに先生は能天気なのか。単にアホなのかもしれません。やっぱりね、あのこういうコメントをいただきました。えー、いつも興味深く聞かせていただいています。 今日の TSMC についての柏原さんのお話は失礼とは存じますが、ちょっと気楽すぎるのではないかとの印象を持ちます。世界の半導体の大半を TSMC に依存する異常さの中、TSMC が環境を守ってくれるのかどうかの保障は大丈夫でしょうか今の政府、議員、地方自治体等は日本の発展により利権を負っているのではとの疑念が離れない状況か 思い,思,いす思い込みすぎでしょううううか、まあ、確か確にそそでですすよねそういう機会はありますでもねあの僕の、ね、率直に言って僕はどう確かにね環境問題ちょっと置いときますよでもね率直に言って今回の,の TSMC の熊本上陸っていうんですかこれはね僕個人から言うとあのカモがネギを背負ってやってきた「<laughs> おっこいこいこい」って感じですよ。いや <laughs> そういう感じの印象があります。それはね、やっぱ経済に与えてる波及,波及効果ですかあれから考えたら、もう今の段階で生産はまだしてへんのに、こんなにあるのかそういう驚きがありますよね。それは、あの、熊本の方が一番よくわかってるんじゃないでしょうかすごい波及効果ですよ。 これはどうなるんだろうやっぱね最近びっくりしたのはね四国ですか四国の山の中にね光線作るって私立ですよ私立の光線ができるって話もあるぐらいですよいよ,いよだから時代が動き始める動き始めてるんだなとそういう気がしますよねだからねほんと鴨ねぎやんけとこう僕は思ってるんですけどね、まあ、5,000億程度であ,のあれが買えたんやったら美味しいと <laughs> 個人的にはすごく思ってしまうんですよね、まあ、もうちょっと後で詳しく説明しますからね まあやっぱりね,一見やっぱりね中国に対抗するっていう、まあ、中華文明といった方がいいですよね中華文明に対抗するっていうのはなかなか困難ですね、まあ、軍事大国もう中国は知らない間に軍事大国になってしまいましたまあ感染数だけだったらもう米軍を上回ってるって始まりますよね船の数はもう負けてるわけですよで船を、えー、造船をする、えー、っと能力も多分今は中国の方があるんですよねでミサイルはすごいでしょだからこう、えー、兵器、ね、ちょっと そこそこの個数を取ってみれば意外ともう米軍は負けているとそういうことなんですよねですから d s m c に関しては世界でトップのファンドリーですよねですからあのそういうこうなんか圧倒的にね中華文明のある部分がすごく大きくなってしまったっていうのがこの20年ぐらいの動きだったんじゃないのかなとこう思うんですよねでもですねやっぱりこうなんです中国にしても TSMC にしても圧倒的に強いと。こういうことを言えるわけですよ。これに対抗するにはどうすればいいか。やっぱりね、単なる攻撃ではこちらが敗北すると。こういうことではないでしょうか。やっぱりね、あの、中華文明の欠点点があるんですよね。それは何かっていうと、手持ちの軍事力や経済力を絶対視していることです。だから永続性は考えないんですね。そういう状態が永続的にこう、継続するかどうか、継続性は考えないんですよね。そこが一番良くないところだと。 個人的には思ってます。だからね逆に言ったらねそこがやっぱり中華文明を打倒するチャンスなわけですねだから中華文明に勝利するにはやっぱ2つ条件があると思うんですよこちらが正義であること正しい存在であることそれが大事ですよで第2番目にやはり時間を味方にすることですねあまりすぐに潰そうと思ってもなかなか難しいですからちょっと時間をかけて「いいや!」というのが中華文明に対する対抗法だとこう思いますね でまずねやっぱり老師をちょっと評価したいんですよ。やっぱり老師ぐらいはね戦略性がないとこれから日本はあかんとそう思ってます。まあ、ちょっと紹介してみましょうか、まあね、戦略的な日本はこれから大国になるわけですよ。その時の大国のイメージとはどういうイメージかっていうのを老師はどう捉えているかこれがねすごくいいなとこう僕は思ってました。ちょっととと読み上げてみますすね国と大国はのののようなものですと 大国は天下の流れが交わるところであり、天,天下のすべてを受け入れる母性的なところでもあります。母性は常に静かであることによって男性性に勝ります。これは母性が静かでありながらも男性性にへりくだるから勝ることが可能になるんです。だから大国が小国にへりくだれば小国からの信頼を得て、小国が大国にへりくだれば大国からの報告が得られます。 故に自分が減り下って信頼を得ることもあれば自分から減り下って安心を得ることもありますと大小様々な国家がそれぞれの,の,のみ望みを叶えようと思うならばまず大国の側から減り下るべきなわけですこれはほとんど日本の外国政策ですよねだからやっぱり謙虚な姿勢というのが必要とそういう意味で戦略的な謙虚さそういうのが多分まず必要になるんじゃないでしょうかやっぱり日本はこれでいいと思うんですよ やっぱりねやっぱりこう小国に対してもなるべく平陸だってね、えー、やるとでそれでやってたらだんだん信頼が集まってきて、まあ、うまくまとまるとこういうわけですね。まあ、ほんでねあとやっぱりねこういうこう邪悪な邪悪な中国文明言うたらええかけどそういうのに対処するのはどうするかこれはこれもねやっぱ老子がうまく言ってるんですよ。こここれはねねここですよ、ね 本当,本当ににここれがななかったら僕はこんまさに何かを縮めてやろうと思うならば TSMC をやっつけてやろうと思うならば必ずそれをしばらく逆に引っ張りなさいちょっと大きくしてやりなさい、えー、まさに何かを弱めてやろうと思うならば必ずそれをしばらく強くならせておきなさい。 まさに、えー、何かを衰退させ,てやろうさ,させてやろうと思うならば必ずそれをしばらく反映させておきなさい。えー、まさに何かを奪おうと思うならば必ずそれにしばらく何かを逆に与えなさい。これを微妙なる名詞と言いますと。重、えーえー、弱なるものが強強なものに必ず勝ちます。まあ、重力豪を制すですと。 ここういういとなんですよね。だから何かを縮めてやろうと思うんだったら逆に引っ張ってやればいいんだ弱めてやろうと思うんだったらちょっとしばらく強くしてやったらいいんだそういうことなんですよ。まさしくねこの邪悪なねこうもうんで下手に下がったらねこちらが怪我をするっていう中華文明のね代表をどう対処するかっていうのはやはり僕もこういう対応しかないと。 こう個人的には思ううんんです、ね、皆さんどうですすね皆さどかやっぱりこうなんかね <laughs> 簡単にね中国に対して「ええや」ってやるんじゃなくてやっぱり単にねだからこう、うん、ねだからたた竹たおで「ええってやったって相手の方が強かったら負けますからねやっぱそこは戦略が必要なわけですよ。相手が強いんだったらもっと大きくしてやれ大きくしてから崩壊していきますからそれを狙うとこういうことですよね。 そういういね戦略性が必要なわけですよ僕はもうそれが本当身に主みて分かってるって言ったら変ですけどやっぱこれはすごく本当に真理だなと思えてならないんですね。ですから中国みたいなやつをやるには特にこういう手段が有効なよう,に有効な,ような気がします。いやね、だからあちょっと軍事の話をちょっとしておきましょうね。なんで人民外放軍に勝てるのって言ったらもうそれはね1にも2にも潜水艦ですよ。潜水艦のの、ね、日本の能力は ずば抜けてますからあのー、全然ね中国は多分多分現段階今の現段階では多分圧倒的に勝ってると思いますね。でやっぱりね中国にも弱さがあるんですよ。何かって言ったら軍艦の数は、えー、多いよって話はしましたよね米軍よりもね。でもね中国の弱さは結局何かって言ったら対潜水艦の作戦能力なんですね。それがねまだ全然弱いんですよ。 日本の場合だったらね冷戦の時からね P3C オライオンってやつはね対戦哨戒機が100機もあったん100機だよ100機それでねあの北海道周辺とか日本海とかねああいうところをグワーッとやって、ね、潜水艦探しをしてたわけですよだから潜水艦にね対潜水艦に対する演習って言ったら変ですから練習はもう筋金入りなんですねですからあの今はね P3C じゃあありませんけどね でもそんなにあのこう日本はそう潜水艦をこう潜水艦キラーといったら変ですけど対潜水艦作戦はすごく上手なんですよ。ですからあのそれでね中国の潜水艦が来てても必ず潰せますしでやはり、えー、日本の潜水艦の方は能力が上ですからあの絶対中国側には負けないんですよね。 だいたいた5 0 0ル以上、ねま、あの潜れる潜水艦って世界にそんなにないですから原でもアメリカの源泉でもどうなんでしょうね5 0 0ルよりも、ね、深く潜れるって言ったらそんなにないですよ。だいたい中国のやつは 200, 200か300とったらみ、えっと、水漏れがするって言いますからねそんな、ね、深いとこから、ね、下の方からバンバン魚雷を撃たれたら、ね、どんな船だって沈むんですよ。ま、どうやったったて沈むわけですよね ですからそんなにね僕は心配することはないとそういうようにちょっと考えてます。まあ、あのー、あの潜水艦がある限り絶対こう日本は負けることはないなと。だから本当射的の末ですよ中国の軍艦なんてね。ですからあのミサイルはちょっと心配です。 ミサイルは日本に着弾することもあるでしょう、まあ、在日米軍基地の周りとか在日米,米軍基地とかね日本の自衛隊の基地とかあと小松基地とかねああいうとこには落ちるかもしれませんなでもそんなにね大脅威にやられるかっていうとそんなに僕はやられないんじゃないかなとそう思ってるんですよ。やっぱ一つにはねやっぱりあのアメリカの核の傘はやっぱり有効ですからねここまでやったらアメリカの核を撃たれるんじゃないかそういうことをビクビクしながら敵さんはミサイルを撃つわけですよね。 そしたらそんなにね、東京が、東京が壊滅するとか、そういうことはちょっとありにくいよなぁと。まあ、軍事拠点はやられるかもしれませんけど、そこまでやられることはありえないんじゃないのかなと。そうなったらもう、ね、北京なんか日の海ですよね。逆に言ったら、トマホークをね、買いましたからね。ですから、それはそんなに心配がないんじゃないのかなと、そう思ってるんですよ。ですから、まあ、安心してくださいと言ったら、僕が言ったら誤解があるかもしれませんけど、 僕はそんなにあの、えーえー、中国との戦争にそんなに不安は感じていません。最後にねあと TSMC ですか TSMC の話をしておこうとこう思うんですよ。TSMC がねさっき「カモネギアっていう話をしましたよね。やっぱりね、あのー、TSMC が熊本に出てあとアメリカにも出てヨーロッパにも出ますよね。どこでも相当な金額の、えー 税金が投入されますこれは日本だけじゃありませんねアメリカにしてもヨーロッパにしてもそうですねそれだけのね膨大なお金をとにかく相手,相手政府といったんですか払わせるわけですよそしたらねある意味ねこういう言い方ができると思うんですよ TSMC をルビコン川を渡ったなとだから TSMC がモーリスチャンの一族といったいんですがああこう石膏財閥の人たちの持ち物であるっていうことはだんだん難しくなってくるんじゃないか どんなにね、あのー、あれがあってもこうそこまで資金を出させておいてねそれでいや私は勝手にやりますということが言えるのかこれだんだん言えなくなりますよねだから逆に言ったら、あのー、本当にね、あのー、これだけお金を出させたんだからお前ちゃんとやってくれるんだろうなとそういう側面があったもあると思うんですよ。日本の場合はわかりませんけどアメリカとヨーロッパはきついと思いますよ。ここれれで TSMC がななんかケチなことをすれば それこそ環境問題ね、トラブルを起こすとかそういうことをすればそれはアメリカとかヨーロッパはただでは済まないぞとこう思うんですよねだからやっぱり資本関係ですよねだから TSMC という会社が誰のものっていうことが改めて問題になるはずなんですよですからモーリスちゃんの一族と言ったらんですけど石膏財閥の人たちの発言権がこれからどんどん小さくなっていくはずですそしたらねあ気がついたらあれ日本の企業になってるやんとそういうことになっていくんじゃないでしょうか やっぱりいつまでもね石膏材はだけで抑えられるほど TSMC の,あのサイズは小さくないんでねそういうことだと思うんですよそこがね一番こう大きなこう狙いどころって言ったらいいんですけどあのやっぱり一番の,あのチャンスかなとそう思ってるんですよそしたらねあの経営陣が全部日本人になればいいんですよね言っっちゃった <laughs> こんなこと言っちゃったよ <laughs> まあそれはわかりませんけどやっぱりトラブルがあればやっぱりね社長さんは責任を取らなきゃいけませんよね <laughs> だから多分そうなるんじゃないかなと、まあね、トラブル起こるかどうか分かりませんよでも怒ったら怒ったらトップの責任やんなとこう僕は思ってるんですよねだからもう笑いが止まらんわみたいなそんな感じなんですよまあこれ失礼かもしれませんけど TSMC に関しては経営者変わるんちゃうなとやっぱ会社というのはねいつまでもね石膏材物の持ち主であるかというとそれはないんだと多分それはちょっとだんだん難しくなるだろう アメリカからもヨーロッパからもこつかれるというのかね、後ろからバンボン蹴られるっていうんですか、そういう状態が目に見えてますしと、まあ、そういうわけなんですよ。それよりもむしろねさっきのあの老子みたいなね、そういう柔軟な考え方ですよ。それがやっぱり日本人の中にあればいいなと、ああそういう概念ちょっと考えています。まあ、今日は短いですけどね、こんなもんでよろしかったよ編集長。そしてチャンネル登録もぜひお願いします。そしてあのえー、っとサンクスね、あれ本当助かってますんでありがとうございます。 ええまあこれからも多くの方にいただけると助かります。じゃあ今日はこれで失礼しますね。